付き合いください。うん、今日は一段と可愛い,いゆなさん、こんばんは。ありがとうございます。水部部屋です。洗濯機止まった、洗濯機が、あの。終わりました。 洗濯が終わりました。今日は歌います、歌うんですけど、まああの決めてなく、あ決めてないじゃない、歌えそうにな、ね、い高くて。て <laughs> 私結構自分で髪の毛をやるときは、自分でやるときはというか、ポニーテールしたりツインテールしたりお下げしたりするとき結構ギュってこう。 ギュって固めちゃうんですけど、それはママ曰くちょっとおかしいらしくて、こうここら辺をこうつまみ出してこういう感じでゆ緩くね結ぶのがポイントらしいです。<laughs> 今日も可愛いありがとうございます。まああの髪型はちょっとあのい,いつもと違う感じで。 可愛いんですけど、服はやっぱりよ。着物スタイルですね。黒ティー。優さん、今日セリアさんから連絡があって、マイクメーカーさんも品切れだって。<laughs> やばすぎる <laughs>。 ありがとうございますなんかあの探していただいて <laughs> こんばんは着元スタイルっていうかよくなんか黒 T 着てるイメージかなって思って楽なんですよね黒 T にジーパンとか黒 T 黒 T にちょっとここが柄が入ってるのに黒スキニーとか <laughs> こんばんは。 耳の形可愛い言われたことないなんか遺伝でちょっとこうカクッカクッってなっててこれが私の耳の特徴なんですよわかるかなカクッカクッってこっちそう今日セリエ行ったけどマイクなかったえっ いいよね、ど,どこのせいやにあの行ったのかわかんないけど私が昨日行ったところはなかった遊びに来てありがとうございますえっほにマイクやばいんだけどうん <laughs> ありがとう、皆さん探してくださって。地元効果。なわけない。あ <laughs>。<laughs> ゆな子さんの最後の配信終わっちゃったママも一生懸命見てたゆなちゃんさんの最後の配信なんか「最後の配信なんだって」とか言ってママ見てた。 私の私の影響力じゃないですよ、ね、あの今日ねなんか右目がかゆい物もらいはもうちょっと治ってきてあの治りつつあっていいんですよ痛くないし触ってもけどなんかまぶたの上が痒いとか思ってちょっとこ書いてたらプツって二重の。 線のところにプツってできて今日二重がおかしかったの何なんだろうなんか右目呪いがかかってるんですけどか右目ばっかりよ,よくないでもねあの朝はなんか ちょっと痒くてプツってできてたんですけど夜になったら治りましたえー、絶対ウィンク絶対ウィンクのせいだと思うウィンク <laughs> 誰もありがとうございます ウィンクのせいだと思ってる。こんばんは。こんばんは。ウィンクは三回で。三回ずつです。 いい感じです。<laughs> 絶対上手くなってる。あ、やった。練習の力。 右ちょっとうまい。ほら、いい感じ。こんばんは。右はもうすぐ四球かりそう。え、本当に。 皆さんが毎日ウインクウインクって言ってくださるから上達してるわこんばんにゃこんばんにゃゆうなさんのメールってどんな感じか今から楽しみえ取撮ってくださるんですかありがとうございます嬉しいちょっと楽しみにされるとあのそんなそんな大したことは書いてない。<laughs> こんんばはえ花でウィークというやのできないえっメール来てたごめんなさい今日ちょっとこれからこれから送る今日一つだけ本当に申し訳ないです 今日は送ってない本当にごめんなさい優 <laughs> なちゃんのメールは本当に面白いよね本当あちょっと待って待って待って <laughs> <laughs> 私 の豆を取ると、ここがっていうポイントはありますか。え。自分ではわからない。なんだと思いますか。取ってくださる。皆さん、取ってくださってる皆さん。なんだろう。 今日からメール登録しましたありがとうございます嬉しいゆうさんはメール何通くらい送るの二通ですよね基本的に二通三通とかでも大体自分の自撮りの写真はつけるようにして自撮りというかたどりというかま自分の 写真はつけるようにしてて例えばき今日の今日をこの配信が終わってから撮るとするじゃないですかでもそれをね次の日の朝にポーズ違いとかで送っちゃうこともあるんですけど写真はなるべく載せようっていう心がけはしてます。 日常の感じがいいあーなるほどあんまり飾らないですよね飾ってないというか <laughs> 飾らないのもどうかと思うんですけども本当スの私を書いてますね美白すぎませんか今日はちょっとファンデーションを塗りましたワードセンスうっそありがとうございます自分ではあんまり意識してないんですけど 文章の組み立てはいいと思っています嬉しいお褒めの言葉が嬉しいですお疲れ様ありがとうございますメール読んでほっこりします嬉しいこれは嬉しい意外なポンコツぶりがわかりますまだ一回とか 二回でしょうポンコツぶりを披露したのはちょっと <laughs> KMT 規制オーディション会場はこちらでしょうかこちらですありがとうございます<笑>,笑いのセンスえ私笑いのセンス全然やあの何も考えてないんですけど。 最高のメールです。嬉しい。<laughs> こんばんは。こんばんは。押すことに決めました。やった。ありがとうございます。そのゆなさんって、それはまだメール取ってないことに後悔。来月から必ず、ええー。なんか <laughs>。皆さん取ってくださる。嬉しい。 こちらです正しく返せというか自信ないけど返信がしやすいそう質問はしてますよね確かに今日はいかがお過ごしですかとかですけど <laughs> KMT48 のみないかはあかです <laughs> い<やー> <laughs> さっきさ LINE でさなんか沼にはまりませんかみたいなこと言ってきて あじゃあちょっと「KMT48 に入ってくれませんか?」って言って入ってくれるそうなので南川遥も KMT48 の 1, 1期生なので皆さん本当よろしくお願いします結構強いと思いますフロントに立つのではないかという感じなので皆さんライバルですはるちゃん来たー そうなのさっき KMT に入ってって言って入ってくれるそうなのでセンター候補ですちょっと皆さん頑張ってはるかからそのセンター今はるかって決まったわけじゃないけどあのセンターとかフロントのポジションを奪う。 頑張ってください連絡ででできる時点でもう勝てないですいすやそんなことないですよメールの返信とかは全部読ませて頂い,いてますのであのそんなね連絡取ってるからとかそういうのはないです。<laughs> 選抜はですね、全員選抜なのであの大丈夫です皆さん心配しなくてもまあ立ち位置がどこかっていうのはまあいろいろあると思うんですが <laughs> 今のところね22名でしたっけ23名でしたっけ。 いらっしゃるということで23名24名いらっしゃるとやっぱり一列では厳しいかなっていう感じですね今日もなんかあの声がガラ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 なんですけどえ出る自信がない さっき一回ちょっと歌ってみたんですよけど。 歌えなかった練習ですねありがとうございますごめんなさい短くてメール書く書きますねメール書きますね <laughs> メール書くので待っててねーワンちゃんの毛食べました今日も今日もちゃんと食べましたありがとうございます ありがとうございます。ギフトたくさんありがとう。誕生を読みます。十三位一田さん、十二位坊さん、十一位ミミレーパパさん、十位サタボーさん、九位片山さん、八位わたちゃんさん、七位ニコさん、六位トトちゃんさん、五位グッピーさん、四位としさん、三位電吉さん、二位まこいもさん、一位突破球さん。ありがとうございます。今日はちょっと短く。 メールも少なくてごめんなさい今日もたくさんコメントありがとうございます全部読めなくてごめんなさいありがとうございますメール待っててねありがとうございますおやすみ